皆さんこんこにちは西安防災部ですすいいいつもごご視聴いただきありがとうございますみんな大好き、三峡ダムこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします4月20日、地上波では伝えられない中国三峡ダムの元凶です。 情報水利委員会によると朝8時の時点で水位は1 6 5 3 8メートルとなっていますおとついと比べると5 0センチ近く上昇しています下げるどころかとうとう1 6 5メートルに突入しました1年前の今頃は1 6 1メートル6 8ですから去年に比べて3メートル以上水位が高くなっています西安チャンネルです ダムデータによると三峡ダムの水位上昇が止まりませんこれは流入量が急激に増えその後高止まりしているためですだんだんやばくなってきました3月末からの放流量のパターンの推移はご覧の通りです夜間などオフピークの時間帯でも徐々に放流量を増やしています放流量のグラフに去年のデータを載せてみましたオレンジのラインは1日の最大放流を示しています 4月7日までは、今年の方が放流量のピークが少ない値ですが、8日以降は去年よりも多くなっています。ダムの下流地域では、水位が上昇し続けています。上流の観測所では、上昇傾向から下落トレンドに変わりつつあるようです。このため、三峡ダムへの流入はしばらくすると減るかもしれませんが、それが反映されるには時間がかかりそうです。 来たるべき洪水シーズンへの備えとして6月の10日までに水位を下げますその6月まで残り2ヶ月を切りました今の状況だと直前にはかなりの急降下となる可能性もあります昨年のデータを振り返ってみると5月の10日時点で水位は157メートルでしたあと20日ほどですがまだ10メートル近くの差があります 深夜3時の時点で見ると、上流の観測所での流入は、毎秒1万100立方メートルで、三峡ダムは毎秒1万4800立方メートルです。このため、ダムの直近と南側の川からの流入の合計は、計算上、毎秒4700立方メートルと推測されます。上流の観測所の流入は少し減り、直近と南側の川からの流入の合計は、かなり上昇しています。 昨日の夜9時の放流量を見ると、毎秒14,900立方メートルとなっています。このため、50%弱の発電状況と推測されます。センチネルで4月5日の衛星写真を確認すると、中央のゲートから一部、水を流していました。さらに4月10日の写真では、中央からは流していなかったようです。推測ですが、単純に発電量が増えているかもしれません。 さて、三峡ダムに次ぎ中国で第2位の大きさとなるバイフタンダム三峡ダムの上流に建設されています Google マップでどこにあるかを探してみるとようやくこれだというのがあったのでご紹介しますバイフタンダムは長江の上流にあたる金砂港という川の中ほどに作られましたマップで言うとこれになりますわかりやすいように写真をひっくり返します画面上が上流側画面下が下流側になります google マップのタイムスタンプは古いようで去年の6月28日にはもう水が貯水され放流も開始されています真ん中のところにアーチ型の停滞があります下流川直下には原生口と言われ放流された水を受け止める場所がありますその先には福ダムもあります上流側の左右に水力発電のための水を取り込む取水施設があります このダムは、タービンが山の中にあり、そこを通って、下流側の専用の放流ゲートから水が流されます。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。バイフタンダムの原生港をチェックした後に、操業を再開したと、CGTN 英語版が伝えています。原生港は、水を排出したエネルギーを分散するもので、ダムにとって不可欠な施設です。 広さはサッカー場6面以上になり深さは4 8メートル、水のクッションとなりますこれまでなみなみと水が蓄えられていたのですが今回放流をすべて止めてこの水を抜きました点検の結果亀裂もなくきれいだったと伝えています肝心のタービン稼働状況は一言も触れられていません今後の情報開示が待たれます以上バイフタンダムの下流側の水を抜いて点検したという話題でした 西岸チャンネルです。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。三峡ダム周辺の年間降水量は次の通りです。ウィンディーで確認します。三峡ダムの上流の雨は次第に弱まる予想となっています。ただ、週末になると再び強い雨雲が広範囲で広がりそうです。 この雲は、後に日本にまで到達しそうな予想となっています。さらに、その後、ダム直近で、強めの雨になる可能性もあります。日本列島はというと、関東地方に雨雲がかかっているようです。先日、気象庁から長期予報が発表されましたが、今年の夏は気温が高くなるようですね。 三峡ダムの上流側つまり貯水側には船がたくさん停泊しているのをご存知でしょうか現地映像の角度だと映らない範囲に衛星画像だと多くの船が確認できるようですグーグルマップで確認します右下が三峡ダムの停滞画面左上の丸印のところ何か船の塊が見えますよくよく見てみると停泊していたり航行していたりする船がかすかに確認できます船の塊のところを見てみます すると、貨物船らしき船がずらりと並んでいることがわかります。ホロがついているので、土砂運搬船のようにも見えます。そして、別の場所も見てみます。こちらは、接岸しているようです。寄ってみると、船の先端は、川岸に接続できるような特殊な船のようです。こちらも、土砂を運ぶのでしょうか。豪華客船ではない、ということだけは確かなようです。 実は今回ご紹介した以外にもたくさんの船舶が接岸あるいは停泊しています物流のためにコンテナ船が通過するという認識はありましたが土砂などの作業船がこれだけあるとは思いませんでしたダムの底にはコンクリート片が沈んでいる件。ダムは3つのフェーズに分けて作られました第2期工事の中では仮の包みが作られて石を止め停滞と発電施設の工事が行われたようです 施設が完成した後、不要になった包みは爆破されました。停滞と仮の包みの距離はわずか60メートルだったそうです。これはダムの裏側で貯水側から見たイメージですが、画面右側のところには大量のコンクリートの破片が眠っているということになるようです。ちょっとやそっとの量ではないかと思いますが、まさかダムの裏側に崩れたコンクリートがあるとは思いませんでした。 人類の歴史は多様な人々や国家の関わりを通じて形成されてきた。三峡ダムについて述べた次の文章を読み、下の問いに答えよ。中国の三峡ダムは世界最大級のダムと言われている。中央には放流施設があり、23基の水門が設置されている。取水口の大きさは、あ、となっており巨大である。 あ、に入る組み合わせを次の4つから選択してマークシートに記入しなさい放流ゲートは超巨大だった件。洪水調節のために放流するゲートがありますおなじみのこの写真三峡ダムの場合は23本あります運用で使われる最大は11本貯水側でいうと こちらから水を取り入れています。水の下にあるため、その大きさはなかなかわからないのですが、取水口の大きさは一つ一つが、縦が9メートル、横が7メートルになるんだそうです。大型バスを並べてみるとこんな感じ。この取水口が横に23個並んでいます。ここからの水はゲートを通って下流側に流されます。実感することはできませんが、とてつもない量ということだけはわかります。 ということで答えは3の9 m る7 m でした皆さん正解されたでしょうか超簡単ですねご感想をコメントいただけると幸いです最後までご視聴いただきありがとうございますご興味がありましたらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いですこっそりメンバーシップも始めてみましたそれでは次の動画でまた